マーク・サンチェスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロングビーチ出身の元プロアメリカンフットボール選手、ESPN カレッジフットボールアナリスト。現役時代のポジションは、クォーターバック。1986年にカリフォルニア州、ロングビーチで、メキシコ系移民三世として生まれる。サンタ・マルガリタ・カトリック高校に進学し、2年生の時に初めて、 クォーターバックとしてプレーする。高校時代には野球もプレーしていて、投手と三塁手を務めていた。三年時にミッションビエホ高校へ転校。QB の育成に実績のあるボブ・ジョンソンコーチに指導を受けるための転校であったが、ここで一気に才能が開花。1シーズンで2600ヤードのパスを通し、29TD を記録。 一躍有名大学から注目を浴びる存在になった。サンチェスは、自身の憧れの選手であるカーソン・パーマーの母校であることや、ピート・キャロールコーチの指導を受けられることを理由に、カレッジフットボールの名門、南カリフォルニア大学へ進学する。ファン、報道陣に囲まれる、サンチェス南カリフォルニア大学では、ピート・キャロールから、スローイングの指導を受け、同時に、 QB として必要な判断力を培った。1年時には3試合に出場し、パス7本中3本を、成功63ヤード獲得、ヒインターセプト1回の成績で終えた。2年時には、シーズン開幕直前の秋になってから、右手の親指を負傷して、アイダホ大学との開幕戦を欠場した。エース QB のジョン・デビッド・ブーティが、 右手の指を骨折し、スタンフォード大学に23から24と負けた次のアリゾナ大学戦で先発 QB となった。10月13日に行われたその試合で彼は前半に2度のインターセプトを与えたが、後半15本中11本のパスを成功させ74ヤード、1タッチダウンを上げて20から13でチームは勝利した。この試合彼は、 パス31本中19本を成功、130ヤードを投げて1タッチダウンパスを上げ、2インターセプト、3サックを喫した。翌週行われたノートルダム大学戦では、パス38本中23本成功で235ヤードを獲得、4タッチダウンパスを上げインターセプトは0であった。翌週のオレゴン大学戦でも先発したが後半に、 マシュー・ハーパーにインターセプトされた。翌週のオレゴン州立大学戦では、ブーキが復帰し彼は再び控えに回った。この年彼は695ヤードを獲得し7、タッチダウン、5インターセプトで終えた。2008年の春のキャンプでの結果、彼は秋のキャンプでのエース QB に任命されたが、秋のキャンプ第一週に負傷し3週間ほど練習を、休んだ。 バージニア大学との開幕戦には無事先発出場し、パス35本中26本を成功、自己ベストの338ヤードを投げて3、タッチダウン、1インターセプトの成績を残した。3年時に、ようやく先発 QB のポジションに定着した。3年時には、全試合に先発し、USC を12勝1敗の好成績に導いた。 翌年1月1日のローズボールでは、自己ベストとなる413パスヤード、ローズボール新記録となるパス成功率80%をマークし、オフェンスの最優秀選手に輝いた。パスで413ヤード獲得したのは、USC 史上4位の記録であり、2002年のノートルダム大学戦で、カーソン・パーマーが425ヤードを投げて、以来の数字であった。 この年彼は、大学史上2位となるシーズン34タッチダウンパス、10インパーセプトの成績を残した。その直後に、アーリーエントリーでの NFL 入りを宣言。USC の QB が、アーリーエントリーでプロ入りするのは、史上2人目であった。最終学年を待たずして、プロ入りすることについては、キャロルヘッドコーチなどより反対の声もあったが、 サンチェスは2009年のドラフトの方が翌年を、待つよりも上位指名を受ける可能性が高いと判断し、プロ入りを決意した。2009年の NFL ドラフトでは、マシュー・スタッフ,フォードと並ぶ注目 QB としてリストアップされ、一順目でニューヨーク・ジェッツから指名を受ける。ジェッツは本来全体17番目での指名予定であったが、ケニオン・コールマン、エイブラム・イラム、 ブレッド・ラトリフの3選手の放出と、全体17番目、52番目の指名権を犠牲に、した、トレードアップにより、指名順位を繰り上げ、待望の先発 QB 候補であるサンチェスを指名した。ジェッツでは、前年、ブレッド・ファーブが SQB としてプレーし、挙手を明らかにしていなかったが、トレードアップで、ジェッツがサンチェスを指名したことは驚きを与えた。 2009年6月10日、サンチェスは、ジェッツと5年総額6000万ドルで契約に合意した。全面度限りで対談したな QB、ブレッドファーブの後釜として期待されており、2009年シーズンに、向けて、ケレン・クレメンスと先発 QB の座を争った末、開幕戦から、先発出場を果たし3連勝を達成した。その後3連敗や怪我による欠場で、クレメンスに、 先発の座を譲ったが復帰後先発の座に戻り、最終週のシンシナティ・ベンガルズ戦を勝利に、導きチームは、プレイオフ進出を果たした。この年チームは、新ヘッドコーチ、レックス・ライアンの下で戦ったが、1年目のヘッドコーチ、新人 QB で、プレイオフ進出は、NFL 史上3回目の快挙であった。ワイルドカードプレイオフのベンガルズ戦では、 達成効率80%の活躍でベンガルズを敵地で破り、ディビジョナルプレイオフのサンディエゴチャージャーズ戦も17から14と勝利したが、AFC チャンピオンシップゲームでインディアナポリスコルツに敗れて、第44回スーパーボール出場を逃した。この年、レギュラーシーズン15試合に先発出場し、2444ヤードを投げて12タッチダウン。 20インターセプト、q b レーティング63であったが、プレイオフでは、q b レーティング92.7と堅実なプレーを見せた。2010年はインターセプトを前年より減らした。第15週のピッツバーグスティーラーズ戦では右肩を痛めた。ワイルドカードプレイオフでは、インディアナポリスコルツを破り、ディビジョナルプレイオフでは、 ニューイングランドペイトリオッツ戦では3タッチダウン、インターセプトなしの活躍を見せて、第13週には3から45で敗れた相手を28から21で破ったが、AFC チャンピオンシップゲームで、ピッツバーグスティーラーズに敗れ2年連続あと一歩のところで、スーパーボール出場を逃した。2011年、ロックアウト中の5月、サントニオ、 ホームズ、ブレーロン・エドワーズの残留を希望するコメントを出した。また自身で、攻撃の主力選手によるキャンプを主催。これには、ラダニアン、トムリンソン、ジャスティン・ケラー、ブレーロン・エドワーズなどが参加した。第12週のバッファロー・ビルズ戦では、自己ベストの4タッチダウンを上げる活躍を見せて、勝利に貢献した。チームはこの年8勝8敗で、プレーオフを逃し、 サンチェスや、オフェンスコーディネーターのブライアン・ショッテンハイマーには、批判が集中し、ショッテンハイマーは退団したが、ウッディ・ジョンソンオーナーや、レックス・ライアンヘッドコーチはサンチェスを擁護した。2012年3月、ジェッツと3年間4050万ドルの契約延長を果たした。その一方でジェッツは、ティム・ティー・ボーを、デンバー・ブロンコスからトレードで獲得した。 2012年のバッファロービルズとの開幕戦では、パス27回中19回成功、266ヤード、3td パスを決めて48から28で、勝利したものの、続く4試合で1999年に、ボルチモア・レイブンズのストーニー・ケースが記録して、以来となる4試合連続で、パス成功率50%を切る乱調で、チームは2勝3敗となった。 メディアやファンからは、不調のサンチェスに代わって、ティーボーを先発 q b として起用するべきという声が高まった。10月14日のインディアナポリスコルツ戦では、パス18回中11回成功、82ヤードに TD パスの成績で、チームは35から9で勝利したが、翌週のニューイングランドペトリオッツ戦では、パス成功率68%と40回以上パスを、 投げた試合では自己ベストの成功率を上げたが第2球にショングリーンコンラッドルーランドがアンダーニースでワイドオープンであった状況でスティーブンヒルへ34ヤードのパスを通そうとしてインターセプトされたオーバータイムにロブ・ニンコビッチにサックされボールをファンブルロス試合に敗れたこの試合で左手の親指を突き指した 11月11日のシアトル・シーホークス戦では、パス22回中9回成功、124ヤード、1インターセプトに終わった。11月18日のセントルイスラムズ戦で、パス20回中15回成功、178ヤード、1TD の成績を上げて、チームは27から13で勝利、4勝6敗となった。 翌週に行われたペイトリオッツとのこの年2度目の対戦でパス36回中26回成功 1td,1int の成績を挙げたが2度のターンオーバーをいずれも td に結びつけられ19から49で大敗した12月2日のアリゾナ・カージナルス戦では3回目のインターセプトを起死した後ベンチに下げられてグレッグ・マッケロイが交代出場 ジェフ・カンバーランドへの TD パスにより、チームは7から6で勝利した。サンチェスは、翌週のジャクソンビル・ジャガーズ戦でも先発し、パス19回中12回成功、111ヤード、ファンブルロスを喫し,し、それが相手 FG につながったが、17から10でチームは、勝利した。プレーオフ争いには負けられない一戦、テネシータイタンズとの試合で4インターセプト。 1>, 1ファンブルロストを喫し,し、10から14でチームは敗れた。翌週の試合では、マッケロイが先発 QB に指名され、マッケロイが負傷したことから、最終週は再びサンチェスが先発した。この年パス成功率は 54.、54.3%、13td、18int に終わった。またキャリアワーストの14ファンブルを喫している。 2013年のドラフト二巡でジェッツは、ジーノ・スミスを指名、ジョンインドジクゼネラルマネージャーは、サンチェスが、スミス、デビッド・ギャラード、マッケロイと先発 q b 争いに臨むことになると、語った。その後、プレシーズンでもまずマスの活躍を見せた上に、先発争いをしていたジーノ・スミスの不調により、サンチェスの開幕先発が確実視されたが、 プレシーズン第3週のニューヨークジャイアンツ戦で右肩を負傷し、開幕戦出場は絶望的となった。2013年9月14日、復帰指定付きの故障者リストに登録された。このため復帰は早くても第10週以降となった。その後10月8日に肩の手術を行い、残りシーズンを全休することが発表された。2014年3月21日、 ニューヨークジェッツから解雇された。イーグルス時代のサンチェス2014年3月28日、フィラデルフィアイーグルスと契約したことが発表された。イーグルスでは先発級 B、ニック・フォールズの控えの座を、USC の後輩であるマット・バークリーと争った。プレシーズンでは3試合で、パス31回中25回成功、281ヤード。 3td パス、1インターセプトで112.5と好調で、ニック・フォールズに次ぐ2番手 q b に定着した。第9週のヒューストンテキサンズ戦の第1球に、フォールズが負傷したため途中出場し、パス22回中15回成功、202ヤード、2タッチダウン、2インターセプトの活躍を見せ、チームを31から21で勝利に導いた。 その後最終週まで先発を務め、先発 QB として4勝4敗でチームはプレーオフ出場を逃した。この年2418ヤードを投げ、パス成功率は64.1%、14td、14 11int に終わった。2015年3月、イーグルスと2年間最大1600万ドルで契約延長を果たした。 2016年3月11日、条件付きで2017年のドラフト72指名権と引き換えに、デンバーブロンコスにトレードされた。プレシーズン初戦のベアーズ戦では 1TD を決めるも、1INT を献上。その後も調子は振るわず、ブロンコスの先発 q b の座をトレバー・シーミアンに奪われた。サンチェスはプレシーズン中に、ブロンコスを解雇された。 ブロンコスから解雇されたサンチェスは、その数日後に、ダラスカウ・ボーイズと契約した。聖 QB、ドニー・ロモの負傷があったが、代役は、新人 QB、ダック・プレスコットが指名され、3試合の、出場で終わった。2017年3月、シカゴ・ベアーズと契約。2018年シーズンは、ワシントン・レッドスキンズに所属。2019年7月に引退が報じられ、 カレッジフットボールのアナリストに転身するとされている。強権とパスコントロールが持ち味のポケットパサーであり、クイックリリースでパスラッシュを回避する。また、バランスの取れた堅実なフットワークもあり、敵ディフェンスによるブリッツをかわしながらもポケット内に止まってパスのターゲットを探すことができる。高校時代から常にパス主体のシステムでプレーしてきたため、 パスの投げ分けは非常に巧みであると評価されている。NFL ネットワークのアナリストであるマイク・メイ・ロックはサンチェスをマット・ライアンに似たタイプの QB だとしており、正確なパス、的確な読みに十分な肩の強さを持っていると高く評価している。一方で、大学時代の先発試合数が16試合と少ないことに起因する経験不足やロングパスの精度の甘さが ウィークポイントだとされる。また、インターセプトやファンブルでのターンオーバーが非常に多く、しばしば批判の対象となっている。2011.12シーズンでともにプレイオフ進出を逃したことから、サンチェスのフランチャイズ QB としての実力がしばしば疑問視された。特に2012年シーズンでは、サンチェスの不調によって、ファンやメディアからも、 ティム・ティー・ボーを先発として起用すべきだという声が高まるなど常に批判の的にされてきた。しかし一部では、ジェッツ低迷の問題はサンチェスよりも WR や OL 人にあると擁護する声もある。メキシコ系アメリカ人であるサンチェスは、メキシコ系移民が多く住むカリフォルニア州出身のヒーローということで、メキシコ系移民のシンボル的存在になっている。 サンチェス自身も自分がメキシコ系移民であることを誇りに思うと語っているが、USC3 年時にメキシコ国旗の色に染めたマウスピースをはめている様子が全米に放映され物議を加盟した。それ以降、そのマウスピースを使うのは止め、自身のルーツについての言動には注意を払うようにしている。メキシコ系アメリカ人 QB としてはジム・プランケット。 ジョーキャップ、ジェフ・ガルシア、トニー・イーロも、マーク・バルジャーなどがいたが彼は、移民3世であり父方、母方すべて、メキシコ系アメリカ人家系である。ありがとうございます。